こんにちは。このね、イロハスっていうのも日本コカ・コーラの商品だそうなんですよ。で、今回はこのコカ・コーラ、日本コカ・コーラさんが自動販売機による定額課金サービスを始めたっていうニュースですよね。とりあえず1ヶ月2700円だそうですけども、これでドリンクが飲み放題というわけにはいかずにですね、1日1本に限ってですけども、まあ、だから30日だと30本取り出せるわけですよね。まあそういったサービスが始まりました。まあこれを機会に自動販売機に目を向けていただきたいなということだと思いますけども、2700円だとね、お得感はないですね。2700円で、もういくらでも出していいんだったら話は違いますけども、1日1本じゃないですか。で、2、3日、まあ取りに行くの忘れちゃったらもうね、その辺で買った方が安いやってことにもなりますし、それから今ディスカウントストアが多いですから、例えばね、ケース単位で買っちゃうと、それだけで、今回の2700円のサブスクの効果って薄れるんですよ。私はそう思うんですけどね。ただこの取り組みっていうのはすごくいいですね。サブスクリプションっていうのはいろんな分野に入ってきてますから、すごく使いやすいと思います。それこそね、一生サブスクだけの契約をしていって、じゃあ最低のサブスクの引き落とし金額が毎月10万だとするじゃないですか。そしたら少なくとも10万円以上の所得を上げていれば、まあ、赤字になることはなくずっと生きていけるってことになりますよね。まあ言ってみれば、家賃って、マンションとかの家賃ってサブスクですよね。なんか毎月5万5000円が自動的に引き落とされていて、住み放題って感じじゃないですか、ね、言い方を変えればね、そんな感じですよね、自動販売機のサブスクリプションサービス、コカ・コーラさん、これね、大体2000円ですね。2000円だったらまあ参加しないでもないんじゃないですかね。2700円だったらお得感はないですよ。だって毎日1本で、まあ、3000円って計算ですよ、消費者としては。っていうのが、ジュース1本120円だと思いますけども、こういったペットボトルは150円、160円だと思いますけども、だってスーパーやディスカウントストアでまとめ買いしたら終わりじゃないですか。しかも毎日飲むのはさすがにしんどいですよね。どんなね、忙しい人でも毎日飲みますかね。なんか現場仕事の人とかガードマンさんとか、結構飲む機会増えると思いますけども、それにしても最近はね、自分で手カバンでペットボトルを1本忍ばしていってますから、自販機で買うっていうところまでいかないんじゃないかなと思います。ただすごく評価できるのは、コカ・コーラの自動販売機って今ね、全国つつ裏裏にあるじゃないですか。34万台。だからどこに行ってもその先にポンと押せば出てくる自動販売機、マイ冷蔵庫があるっていうのはいいですね。まあ1日1本っていうのがね、ちょっと引っかかるなっていう感じです。それでは動画概要欄に今回の該当の動画が載ってますんで、よろしかったらご覧ください。28秒の短い動画になっております。では、いってらっしゃい。